はい、普段使うようなものをガサッと並べてみましたけれども、一番皆さん一般的なのはこちらのような固形のオイルですね。こちらスクワラン配合ですので、普通のオイルよりは内容的に高級であるというふうなことになりますが、見慣れた感じですよね。こういう感じ、クリクリクリと、はいはい、こういう塗りがかちですね。はい、オイルの使い方については先に動画をアップしてますので、そちらの方も参考にしてください。で、固形オイルですね。で、固形オイルの中でも比較的高価なですね、こういったオイル、コンディショニングオイルなんて言いますけども、何が違うかというと、ミンクオイルとかスクワランがたくさん配合されててですね、非常にサラサラして伸びがいいですね。こんな感じですね。はい、余裕があればこういったオイルを使った方がグラブが健康に保てるんではないかなと思います。まあ、かといってこちらがダメだというわけじゃなくて、使い方間違えなければ大丈夫です。はい、あとよく使うのはこちらですね、ローションです。ローションは毎回の手入れに使ってもグローブが重くなりませんので、よく使いますね。はい、ローションはいつもやってますけど、このスポンジを使っていきますね。こう必要な箇所にこうずっと広げていきますね。もちろん余分なローション、オイル等は拭き取っていただいて仕上げるというふうな格好になりますね。で、仕上げはこういったブラシ使いますと非常にツヤが出てよろしいかと思いますね。はい、それからどれいきましょうか。うん、こちらは普通のオイルですが、業務用ですね。何が違うかというと、よいしょ、量が多いというだけです。手入れを される方はこちらのようなですね、大型の方がお値打ちに使えますので、手入れたくさんする方はこちらまたよろしくお願いしますね。はい、とあとは変わったところでは、こういったオイル、これもネットでアップしてますけども、動画で先にね、軟式用、それから硬式用のオイルなんですが、両方ともですね、ゲーム用とデイケア、普段のお手入れ用があります。中は、はい、こういう感じで、見た感じはわからないんですけど、こちらデイケア用は保湿中心ですね。で、フォーゲームはこれ補給部に塗っていただいて、ボールの滑りを止めるというふうな効果を持った、効果効能を持ったオイルということになりますね。はい、で、この下にスポンジもついてますね。はい、これ今赤い方紹介したのが、公式用ですけども、こちら軟式用です。何が違うかというと、中身ですね、このフォーゲームのところ、こちらがゴムボールに適しているか、あるいは革ボールに適しているかといった違いだけですね。はい、こんな替え種オイルもありますね。はい、あとまあこちらはクリーナーということで、主に汚れ落としを中心に考えているものですね。はい、普通指では指で使ってもいいけども、普通はこういったブラシで汚れたところをぐり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 とこう擦っていただくと、まあ、汚れが浮いてくるでしょうというものですね。はい、クリーナーと、あとはまああまり使わないですけど、変わったところで、まあ、お手軽に持ち運びできるということで、こういったスポンジのついたシュッとワンプッシュのローションもありますね。スポンジついてまして、飛び出ちゃった。こうキュッと押していただくと出ると、でキュ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 と広げますぜというふうなものですね。カバンに一つ入れておくと、もしもの時に役に立つかもしれませんね。はい、まあ、その他販売しているものとしては、いろいろ、まあ、こんなものとか、こんなものとか、
こんなものとかいっぱいあるんですけども、今、主だったところは今のような商品になりますね。こちらは、マルチパーパスに使える。ここ書いてますね。捕獲、ツヤ出し、汚れ落とし。これ一つで大丈夫ですよっていう風なね、ローリングス社の製品とか、あるいは、こちらは、消臭除菌、匂い消しですね。そういったものとか、あるいは、こういった、ミストタイプのクリーナーですね。こういうこの、隙間とか、塗りにくいですよね。まあ、歯ブラシがあれば、こう、キュ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 とこうやればいいんですけど、細かいところなんかは、このスプレーをシュ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 と、奥まで、これですね、ミストタイプなんで、クリーナーが浸透しますよと。で、その後に、タオルで拭いてあげるという格好ですね。まあ、いろいろこう紹介したわけですが、全部必要なわけではなくてですね、お好みとか、手入れの感覚、それからやり方ですね、それからこだわりなんかで、選んでいただければよろしいかと思いますが、とりあえず必要なのは、どれだ？受けて。まあ、オイルは必要ですよね。それから、ローションと。まあ、この2つは一番基本のセットになりますね。これと、あとは、スポンジ。それから、歯ブラシ。それからもう1つ、靴ブラシですね。まあまあ、この場合はグローブブラシですけど、仕上げに使うと。で、古い、タオル。これ、いろいろ使いますんでね。最後にはこう、いらないものを全部拭き取ってあげて。はい。汚れを拭き取るということですね。まあ、ちょっと今日たくさん紹介しましたけど、とりあえずまあ、順次、またですね、必要があれば、紹介していきたいと思いますが、今日はこんなところです。